こちらは陰陽師様のお宅でしょうか。はい、いかにも。しかも希代の大陰陽師清明様のお家なのです。はっ、そんな大したやつじゃないかな。お前は見たところ鬼の嵐のようだが。僕はカッパと申します。都のそばの池に住む者です。実はお願いがあって参りました。とある妖怪のことを調べてほしいんです。妖怪？はい、実は最近池の周りに怪しげな妖怪がうろうろしていまして、その妖怪はお面のようなもので顔の上半分を隠し、毎日決まった時間に池に現れます。そしてじーっと池の中を覗いたり、口元をにたーっと歪ませて声をかけてきたり。それは確かにちょっと怖いかも。でしょ？見れば見るほど怪しいんです。何か悪巧みをしているに違いありません。どう思いますか、清明さん。調べてみないことには何とも言えんな。ただ怪しいというだけで悪者だと決めつけられたんじゃ、その妖怪も不憫だぜ。珍しく意見が合ってますね。確かにこれといって実害もないみたいですし。そう言われればそうですけど、でも何か起こってからでは遅いんです。どういうことだ。何かが起こりそうな心当たりでもあるっていうのか。それは特にないんですけど。ないんですか。でも心配なんです。だってあの池には。話は聞かせてもらったぜ。とても興味深いお話でした。その件よく調べてみた方が良いかもしれませんよ。あ、これはこれは、お二人ともいらっしゃいませ。なんだこいつらは。清明、お前は変な知り合いが多いな。人徳のなせるところといった感じでしょうか。清明殿、近頃巷を騒がせている神隠しのことはご存知ですか。聞いている。城下で何人もの人が行方知れずになっているらしいな。何でも被害者はまだ年端もいかない可愛らしい少女ばかりだとか。その通り。で、被害に遭った少女の周りでもその童子が言ってたような目撃談があったんだよ。本当ですか？だとしたらやっぱりとっても危険です。だって僕の住んでる池にはとっても可愛い女の子の妖怪がいるんですから。うん、その子が狙われている可能性もなきにしもあらずですね。むむむ、何やら話がつながってきました。調べてみる価値がありそうですね、清明様。いいだろう。その怪しげな妖怪とやらに会ってみることにするか。ありがとうございます。どうせ退屈していたところだ。俺も付き合ってやろう。清明が行くなら私も行く。私はお留守番しています。困ったことがあれば呼んでくださいね。そうさせてもらう。では参るとしよう。美しい、実に美しい。さあもっとだ。もっと激しく連れ立って舞い踊るがいい。清明様、あいつです。非常に強い陰の気を感じる。ただものではないようだな。なるほど、一丁手合わせでもしてみるか。ややこしくなりそうだから静かにしてて。わかったよ。そこもとら、この妖子に何ぞ用か。この池で何をしているの。答える義理はない。小生の勝手ぞ。けっ、ならば答えてもらうまでだ。ちょっと、広政様。ふん、面妖な。野党か、はたまた通り魔の類か、何者かは知らぬが、邪魔立てするならば容赦はせぬぞ。来るぞ。仕方がない。払いたまえ、清めたまえ、救急如律。
力を行使せよ、琉球如立寮。ふっふっ飛べ、私の小鳥たちよ。少女そこもとら、なかなかの手だれであるな。野盗にしておくには惜しい腕前ぞ。誰が野盗だって、もっと弓を食らわせてやろうか。だいたい野盗だって言うなら、そっちは神隠しの下手人じゃないですか。はて、神隠しとは？あなたが少女たちをさらっている犯人なの？全く身に覚えがないな。小生は一階の書生ぞ。嘘をついても無駄です。それに毎日池の周りをうろうろして獲物を探してるじゃないですか。ああ、散歩は小生の趣味だ。え？小生の住まいはこの近くにある。散歩に訪れるのも道理であろう。それはでもいつもお面の奥の口元をにたーと歪ませて声をかけてくるじゃないですか。挨拶をしようとしているだけだ。最低限の礼儀であろう。しかし、何か？口元をにたーと歪めて挨拶をする書生は散歩もしてはならぬというのか？それは。混ぜて。あの、あなたは？私、恋の精っていうの。カッパさんとはお友達なんだよね。え？それから、そっちの陽子のおじさんもとってもかっこよくていい人なんだよ。いい人なの？うん、だっていっつも挨拶してくれるし、美味しいミミズがいる場所とかも教えてくれるし。あと、さっきは池のメダカさんたちに踊りを教えてくれてたんだよ。なんと。それでは、先ほどの奇妙な舞は？小生、こう見えても多趣味なのでな。魚に教えを請われるとは思わなんだが。今度のお遊戯会で踊るんだって。メダカさんたち、教えてくれてありがとうって言ってたよ。そういうことだったか。疑って悪かったな。え？え？じゃないですよ、カッパさん。陽子さんとてもいい人じゃないですか。それなのに琥珀たちと来たら、見た目が怪しいというだけで、一方的に決めつけてしまって。気にすることはない。過ちは誰にでもあるものよ。いえ、本当に何と言ったらいいか。ほら。カッパさんも謝って。え？疑いは晴れたんですから、潔く謝った方がいいですって。はい。どうも、すみませんでした。もうよい。疑いさえ晴れれば、小生はそれで十分だ。やっぱりいい人じゃないですか。生命。まだ不明瞭な点が多い。答えを出すには早計だな。そうね。なんだ？何の話をしてやがるお前たち。もう少しちゃんと調べてみないと、すっきりしないってこと。まあそうだな。お前がそのつもりなら、俺も付き合ってやるよ。うん。
そんなに落ち込まなくてもいいですよ。陽子さんも許してくれるみたいですし。それに神隠しが起こっているのは事実だから。注意をするに越したことはない。確かこの池には可愛い女の子の妖怪もいるんでしたよね。どうしたの、カッパさん。なんか急に顔が真っ赤になったみたいだけど。そんなことないよ。変な声。今日のカッパさんなんか面白いね。そういえば、その可愛い妖怪ってどちらにいらっしゃるんですか？注意してもらうためにも会っておいた方がいいかもしれない。そうだな。ぜひ会わせてほしい。それは、キャー！おお？よくよく見れば恋の精さん。とっても可愛らしいではありませんか。え？本当に？ありがとう！あ？なんだ？ということは、カッパが言ってた可愛らしい妖怪って。もしかして。お？待ってください！こんなところにいた。どうして逃げたりするんですか？せっかくの機会だっていうのに。あ？機械とはどういうことだ。もしかして気づかなかったのですか、ヒロマサ様。いや、カッパのやつが恋の性を心配してたって話だろ。それだけじゃないということだな。それ以外のことがあるのか。お前はもう少し心の機微を身につけた方がいい。なんだとてめえ。カッパさんの言う可愛い妖怪っていうのは紛れもなく恋の精さんのことなんです。それはわかる。あとは簡単だ。つまりカッパは、そんな恋の精がどうしようもなく、慕っている、ということよね。そんなにはっきり言わなくてもいいじゃないですか。なるほど。色恋の話だったわけか。そういうことだ。とにかく、こんなところにいても始まらない。一度池に戻ってみましょうよ。少なくともカッパさんが恋の精さんのことを思ってることは伝わってると思います。せっかくの機会なんですから、この際勇気を出して思いを伝えてみたらどうですか。何を言ってるんですか。できるわけないじゃないですか、そんなこと。それがいい。なんなら思いを歌にして伝えるというのはどうだろう。そんなの無理ですよ、カッパさん。だって僕みたいのから好かれたら気持ち悪がられるに決まってるじゃないですか。何を言っているの、そんなこと。そんなことありますよ。だって僕は不細工だし、いつもビクビクしてるし、友達もいないし。そんな僕から好かれてるなんて知ったら嫌な思いをするに決まってるんですよ。は、育児のない野郎だ。どうしましょう、生命様。何やら過去に深い傷を負ったことがあるようだな。しかし、それを癒してやることはできない。どんな術を使ってもな。心とはそういうものだ。とにかく、こうなってしまった以上、あの池にはもう住めません。僕たち水辺の妖怪は地上に長い間いられないので、どこか別の池を探します。さようなら、お元気で。どこへ行ったとしてもその傷が癒されることはないぞ。なぜなら他ならぬお前自身が傷口に塩を塗りつけているからだ。その行為をやめぬ限り、お前が癒されることはない。永遠にな。とにかく、恋の精さんがカッパさんのことをどう思っているのかだけでも聞いておきましょう。そうね。何か手助けができるかもしれないし。あんな奴、放っておけばいいんだよ。
神隠しとやらも気になる。調べるに越したことはないだろう。恋の精さん、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけど。いないみたいね。おかしいですね。さっきまでいたはずなのに。あ、これは魚の鱗？もしかして恋の精のだとしたら、これを手がかりにして居場所を占えるかもしれませんね。占いか。呼びました？生命さんが私を呼ぶ声が聞こえたので、こうして来てしまいました。それも占いの力なのかしら。そのようなものです。何か御用があるのでしょう。私でよければ力を貸しますよ。ああ、この鱗の持ち主がいる場所を占ってほしいのだが。恋の精さんっていう可愛い女の子の妖怪なんですけど。はい、お安いご用です。はっ、見えました。ほんと可愛らしい妖怪さんですね。大きなお屋敷に向かっています。大きな屋敷？変ですね。この辺りにそんなものはないはずですけど。かなり遠くへ行ってしまったのかもね。あら素敵、合いびきでしょうか。お面をかぶった殿方と一緒のようですわ。お面って、まさか陽子のやつか。あらあら、恋の精さん、少し苦しそうな顔をしています。長い時間外にいて疲れているのかしら。いえ、さっきカッパさんが言っていました。水辺の妖怪は長い間地上にいられないって。きっと息苦しくなっているんですよ。琥珀たちがずっと水中にいられないのと同じで。え、でもだとしたら恋の精はどうしてそんなところに？誘われたとしか考えられないな。一緒にいるというお面の男に。なんだと？まさか神隠しの正体ってのは。生命、やっぱり今度は勘違いというわけではないようだな。着いたぞ。これが小生の屋敷だ。すまぬすまぬ。小生の感覚では十分に近辺ゆえ。もうほんと疲れちゃったよ。早くお池に入りたいな。おじさんのお屋敷のお池ってとっても大きくて広いんでしょ。それからお水もとっても綺麗で、美味しい食べ物もいっぱいあるって。あれ、おじさん？恋のせいよ。え？だが、覚えておくといい。鬼人！ちょ、何するの？おじさん！体が、動かないよ！それはよかった。しっかりと聞いているということよな。小生、鬼人縛りの術が。何それ、いうこと、おじさん。この後に及んでまだわからぬとは。いいだろう、教えてやる。騙されたのだよ、君は小生に。え、そんな。怯えきった顔もまた絶品よ。さあ、このまま物言わぬ剥製と化し、永遠の若さと美しさを小生に見せつけるがいい。助けてー。よかった、間に合いましたね。陽子、神隠しはやはりあなたの仕業だったの？よくもこの俺を騙しやがったな。人聞きの悪い言い草はやめよ。
小生はただ小生にとって女子は皆美しい。美しいが少女こそその極致、神々すら欲する究極の造形美よ。あらあら、特殊な趣味趣向をお持ちの方でしたか。そこのそなたも美しいな。どうだ、我が屋敷に来ないか。絶対に嫌。てめえ、神楽をかどわかしやがったら、その首跳ねてやるぞ。どうやら何を言っても無駄なようだな。琥珀もそう思います。ここは力ずくで道を正して差し上げましょう。やってみるがいい。できるものなら、先ほどは手を抜いたが、今度はそうはいかんぞ。この陰の木、先ほどとは比べ物にならん。近頃はこの都も陰の木が充満している。いくらだって力が湧いてこようぞ。行くぞ。その少女も生ける剥製にしてくれる。さあ、私と共に戦ってくれ。強速よ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。くそ、よい。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。踊れ。ギアラズ教授、飛べ、私の小鳥たちよ。キジ、飛べ、私の小鳥たちよ。キジ、飛べ、私の小鳥たちよ。月人です。バカな、小生の力が及ばぬだと。お前覚悟はできてるんだろうな。反省する、反省するから許してくれ。二度と悪さをしないなら命までは取らぬ。せめ、こんなやつ勝っちまえ。私の務めは鬼を退治することではない、騒ぎを鎮めることだ。それにあの鬼人縛りなる術、何かの役に立つかもしれないからな。もしあなたの力が必要になった時は生命様をお助けするように。わかりますね。動く、体が動くよ。どうやら邪気が散って術が解けたみたい。はい、今まで神隠しにあった女の子たちもこれで元に戻れるはずです。ありがとう、みんな。恋の聖さん。まずい、息ができなくなってるみたい。きっと長い間地上にいたせいですね。ああ、どうしましょう。どいてください、皆さん。え？よかったです。なんだかわかんないけど助かりました。誰かが術を使って水を呼び出したのね。一体誰の仕業なのかしら。そんなものは一人しかいないだろう。あ？誰だそりゃ。いつまで隠れているつもりだ。出てこい。カッパさん、どうしてここがわかったんですか？ずっと我らの後をつけていたのだ。
気がつかなかったのか？全然気づきませんでしたよ。どうした？何か言ったらどうだ？でも。今さら何をためらう？お前はお前なりのやり方で彼女を救った。そう。その思いの心でな。それは。ここまで来たのはなぜだ？その気持ちに、素直になればいい。頑張って。恋の聖さん。はい。無事でよかった。本当に。僕、ずっと君のこと、大切に思ってたから。カッパさん。ごめん。僕、なんてことを。助けてくれてありがとう。大好きだよ。恋の聖さん。ずっと友達だからね。これからもずっと。やった。恋の聖さんとずっと友達だ。やったこれでよかったんですか？いいんじゃないのか？めでたく一件落着。ここから先は当人たちの問題だ。これ以上手を貸すというのは野暮というもの。歌の読み方くらいは教えてやってもいいがな。